あ、ほら、あとここの馴染んでると思う。どうぞ、そこに、そこに置いといてください。久しぶりにドキドキですよ、スチール。今日はね、自分で言うのもなんだけど、美しくね、お化粧ができたんですよ。とんでもございません。ちょっと一枚塗ります。ちょっと一枚塗ります。綺麗。知ってるって言わなきゃ。いや、ほんと、もう一枚ください。こっちにじゃあ。そうです。こっちですか。うん。こっちだ。白の、それ、白のを選ぶ。ああ、どっちのを選ぶ。どっちのがいい。こういうのでもブルーがちょっと見えたか。どう、うん、これで見せる。裏ブルーが見えすぎちゃう。うん、ちょっと鬼が見える。シュッと見えますもんね。そう、全然イメージが変わりますね、雰囲気がね。ちょっと朝からごめん、はい、鏡。回ってる。すごくない。今日無口だよね、俺ね。あ、綺麗綺麗。すごい綺麗。いいですね。やっちゃったね。今度は可愛いですね、これはもう。そうですね。はい。可愛い、これ。こっちから、こっちから。うん、可愛い。可愛らしい。可愛い、これ、これ、可愛いね。はい、どうぞ。爽やかなんですよね、うん、爽やかなのと、立ち方はさっきと一緒なんですか。ちょっと違う。ちょっと違いますよね。ちょっと違った。ちょっと違いますよね。伸びてます。あ、伸びて、さっきは沈んでます。そうですよね。だから私ちょっとこっちに、さっきよりもこっちに来てるなと思ったんですよ。伸びてますか。やっぱりそうなんですか。ああ、やっぱり一つ一つ違うんだ。なんかさっきと違うなと思って。そうそう、それが私の方にグッとくるような。いっぱい来るんですね。さっきのその赤い衣装の時はこういう感じじゃなかったので、やっぱりそういうことなんだ。うんうん、キレキレ。今までにない配色ですね。うん、キレキレ。すごいキレ。あ、いいですね。いいです。あ、いいです、いいです、素晴らしい。うん、ありがとうございます。これは立ち方が違うんですね。そうなんです。そうですよね。そうなんです。さっき、え、次、さっきは沈んでた。次が赤。大変なんですよ。難しい。やっぱりね、
あの全体見ればいいのに目見ちゃうんですよね。小太郎さんのファインダー越し目を見ちゃうんですよ。そうすると目がすごいんでやられちゃうんですよ。行きましょう。はい、お願いします。すいません、立ち方が角度がさっきと違うんですね。あの今写真見ましたけど、写真撮った時また綺麗。そうですね、写真撮った時また綺麗なんですよ、この、あ、いいですね、この配色がね、すごい見られてるんですよ、ずっと小太郎さんに。こっちが見てるんじゃなくて、私がねレンズの方、奥の方までグッとくるから。全身いきます、お願いします。ちょっと一回見させてください。これまたスッって見えますか、ね、スッってこう見えますね。まださっきと全然違う、はい、いいですね、うん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 、あ、いいですね、今までにない、うん、あ、いい、いい、いい、いや、いいね、いいですね、うん、これはまた全然違うね、いい、いい、いいですね、ね、もう何枚いく、いきますか、どの辺攻めますか、ちょっとこの辺から、はい、はい、いきます、ちょっと待って、はい、これいいですよ、あ、そう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 、そこの青いのがまた見えるとまた華やかさが変わって、ありがとうございます、はい、藤井のクイズかね、あんまりない、取っちゃうんだけど、ないし、綺麗、これまた全然雰囲気違って綺麗です、これ、あ、ですね、はい、取って出しですよ、これ、取って出しの、ちょっと参考。